なんとかももう超今高い車なのかな。あ、これいいじゃない。これも普通でホイールがいいね。これ昔はあポストカーって言って、うん、昔はグレードのインパラのよりもグレードの低い車だったんですよ、うん、だけど今はこっちの方が値段が上がっちゃったって。なんかさ、はい、気合い力入ってない感じが。そうなんです。もう本当にアメリカの普通の庶民の乗る車なんですよ、ね、でホイールもなんかさ変えてないじゃない、はい、そうこれ でも実はテリーさんこれ昔っぽいけど変えてあるんですよ、うん、おターノこれ、うん、あやっぱさすがいいセンスしてるね。これいいじゃないこれポスト。あれお父さんは、はい、お父さんかっこいいな、はい、ここももう親子でもういいな親子、これかっこいいね。かっこいいね。いいさすが、これ相当いいですね。あ、そこ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 やってあるし、親子もついてブレーキやりたいっつって。おブレーキ、あ、個体がかっこいいね。いや、いいですよ。日本にあったのこれらしいですよ。よくあんなポストあったね。これちょっといくらスペシャルあげときましょうよ。これおめでとうございます。いくらスペシャルです。いいんですか、僕の気に入った車に。はい、本当ですか。はい、おめでとうございます。フォローしてます。素晴らしいです。これからもうちょいいろいろやっていくんですよ。でもなんかボディとかこのままがいいね。そうですね。色とか綺麗にするより程よくかっこいいです。今日この中で一番気に入ったかもしれないです。はい、僕の知り合いで、はい、実は今日これで来てるんですよ。お、コルベット？違う違う。どれですか？コブラ？コブラです。これで、はい、これマニュアルなんですよ。すげえ、自分で運転してたんですか？はい。すごいです。気合い入ってますね。気合い入って。ありがとうございます。これすごいでしょ？すごい。エンジンは何？エンジン427です。427。おお、すごい。ロック積んで。でもこれがね、クラッチが重いんだ。ちょっと。はい、開けてエンジンかけてみて。あ、いいですか、エンジンかけて、はい、どうぞ。いきまーす、はい、おー、いいね。427って本物の427乗ってるとかいいですね。427のラッシュチューニングです。おー、いいわ。調子も良さそうだね。あ、めっちゃ調子いい。ちょっとパパって、いいよ。おこれで今日、兵庫から兵庫から来たの、はい、自走で。素晴らしい。そうだよ、嬉しい。すごいよね。嬉しいですね。どうですか女の子で偉いよね。降りるとき、やけどしないようにしないといけないけど。そうなんですよ、やけどが大変危ないんで。ありがとうね。いい、ありがとうございます。素晴らしい。さあ、そしてあ、風間陰謀ガールズも来ましたね、ついに。はい、どうも。さあ、滝さん、いますよ、滝さん。いつもそうになってます。今日は普段よりさらに決めてますね、ビッチと。今日は髪型が立ち印ですよ。髪型が泣かないでですからね。最高ですね。サンドバードも、あれも56年。これかっこいい、大きさもいいくないですか。いや、いいよ。これはさ、はい、剥がせるの？これは剥がして、いや、ハードトップ外すとオープンになるんですよ。ちょっと乗ってみてください、はい、じゃあ。中の色がいいね。滝さん、どうですか、調子は？いいですね。いい、かわいい。ちょうどいいんだよね、この大きさも。これって幅どれぐらいあるんですか？1.8 ぐらい。 1.8 あるかな、ね、長さも短いしね。そうなんですよ、この昔はだから女の人の乗る車なんですね。これ見てよ、なんかね、コンチネンタル。なんかお手頃だったら、はい、コルベットよりも安い？安い、全然。今コルベットは1000万以下じゃ買えないから。買えないよね、はい。だから僕はあとこっちの方がコルベットより好きなんだ。さあ、どうですか伊藤さん。いや、いいですよ。滝さんさ、今でもね、今の650、はい、660。いや、今聞こえなかったですよ。今ね、今音でね、音で聞こえない。いくですか、550。
さあ、また今日も中断タイムです。欲しいです。これ、ハウトップ取れるんですよね。ハウトップ取れます。で、56年は ここはないのもあるんですよ。このままレストアしないで乗った方がいいの？え、走りがいいんだったら、僕だったらこのまま乗ります。乗る。はい、ちょっとやれてるぐらいがいいと思う。乗る時って、はい、例えば買った後どういうところを注意すればいいの？まあもう古い車なんで、点火系と水と、うん、まあそのぐらいですよね。だからこれ全然平気です。あの例えばキャブでもいいんですけど、別にインジェクションキットとかつけて、あのエンジンのかかりを良くしたりとか、全然普通に乗れちゃいます。乗れる、うん、全然足に乗れます。いいな、これいいな、これ、ね、じゃあ近々浜松行きますか、うん、行きましょう、行きましょう。これいいですね、なかなかね。あのカプリスのドノーマルワゴンもいいですね。ね、今回はステーションワゴン並んでて、ね、いいですね、俺これ好きだな。もうこれ顔はリンカーンのタウンカーと一緒だね。似てますね。まあね、あいいな。俺これちょっと TVW 上げとこうかな、これね。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これフォード、これファルコンかな。ファルコンですね、ファルコン。これはすごいいいと思います。いいよね。で、ちょっと中の仕上がりぐらい、ほらね、綺麗。あ、ほんとだ、さらにやってある。ほら、中見てよ、素晴らしいですね。あ、鍵が閉まったね。はい、オーナーの人がいればね。これもいいですね。これローライダー、これにしようよ。うん、はい。すごいね。これニュースタイル、ニュースタイル行ってこいよ、これ。ニュースタイルです。これすごいですよ。だからもうこれホイールが、大きさがこれ26インチぐらい。これもう、あれですよ、もう、アマさんが乗って買い取るぐらいの、たらいぐらいって感じだよね、これね。いいですね。じゃあこれ観音開きで書いてますよね。ね、いいですね。こちらも観音開きが。すいません。あれは下品でいいね。はい、どうですか。あのなんかハマー。あのソープランドスケベリスみたいな色してる。え？すごい。またドアもほら指の中開けてるんでね。うわ、中いいな、ほら。ソープランドです、これ。これ完全にソープランド、インカーソープランドですね。あとあれだ、あの伊藤、あのホストクラブですね、これ。ホストクラブ。いや、すごいな、これ。これ、こんなに光らせてたら、これ道路交通法いかんしないんですかね、これね。なりますよね。鏡になるもんね、そうですよね、これね。ここでダンス踊れるよ。踊れますよ、踊れますよ。すげえな、これ。ほら、これだから夜中盗まれそうだよ、これ。六本木辺りを置いといたら。すごい、これ。えらいな、でも、まあ、ここまでやってくるとなんかさ、はい、ちょっと嬉しいよね。嬉しいですもんね。えらい、加減なくやってますよ、これ。これも綺麗だね。このカマロもいいね。これいいじゃないですかね。これちょっといくらスペシャル賞を出しましょうよ、これディーラー車じゃない、これでは。俺もこの辺の79年ぐらいまでのカマロ欲しい。これオリジナルペイントですか？だと思うんですけど、ボンネットを開けましょうか。はい、あ、脱ぎ直してありますけど。綺麗だね。おー、いいじゃない。ここに、おお、素晴らしい。いくらスペシャルです、はい。このね、この年式のはね、今ね、僕の中ですごくね、実際にはアメ車は自分なんかの年齢だとこのトランザムとかこの辺のカメラドンズバなんですよね。で、僕はね、クリスタルオートで働いてる時このカメラをよくね扱ってました。で、よくロッドモータースに運んで持ってってました。欲しくなっちゃった、これ買う。いいね、高い、高いしね。何でも欲しくなって、
これでオリジナルなの？これはことないですよね。オイル変えてますよね。オイルが特に純正デザインで24で、これ純正なのこれで、あのデザインで、うん、の24で24の差がいくんですね。はい、じゃオリジナルもこんなに大きくないけど同じデザイン。ありますあります。これセンスいいと思います。ちょっとこれモダンアメリカン上げます。モダンアメリカン、モダンアメリカン、いい車です。これセンスいいです。金のショップ名はディレクションフライです。どこですか場所は？神奈川の大和です。大和の近くじゃないですか、はい、じゃあすぐね、大和いいですね。ホルモン焼きね、大和はね、山口とんちゃんって美味しいとこがあるんですよ。よく行ってましたもんですね、はい、あのだから受賞のポイントは僕全体的な、センスの良さで、この最初こうちゃんと防滞マーク入ってたんで、あもしかしたらこのままオリジナルなのかなと思ったら、オリジナルデザインの24インチ。そうです。あの作り方が、あの僕はこういうシンプルなさりげないカスタムが大好きなんですね。これは自分でちょっと欲しいと思いました。この車シルバラード大好きなんで。これレストアしたんでしょ。これも綺麗だな。いやこれ素晴らしいよ。いいですか見て。あどうぞどうぞ。これは60、70年、俺もねクーペデビル持ってた。俺はね69年より70年のが好きなの。ありがとうございます。そうそう、あのテールのあれが違うんだよね。そう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 。ね。ロクロクなっちゃうから。69はここまでだもんね。ですね。これ色もオリジナルショップ。オリジナル。おー。これねディーラー車をね自分でねやったっていうのは、ね、ああこれ生を見たかったんだよね。そう、あの神さんがこれ。ほらレストア。そう俺これ Facebook で見て、はいはいですよね。あ奥さん自らやってんのこれ、はい、やってます。これちょっとこあれキングアメフェスの一等賞、これに今年は出しましょう。一等賞です。でも女性オーナーでディーラー賞をあの子まで、レストアするっていうのはあなたは変態です。あ変態ですね。なんだ今持ってんの車今ね。今度だからガレージ行かせてよ。来てください。ねえ